不主教座のある、ニコライ同不主教ダニールでは、大主教よりも不主教の方が、格上の称号であり、いずれか一つのみの称号を冠する場合は、不主教を用いる。全民の主座主教であった、フェオドシー、長島真嗣不主教が1999年5月7日に、英明した後、後継として日本正教会において、戦立された。結婚歴のある、 在属司祭であったが、夫人が早くに永眠していたため修道士候補、主教候補とされた。ダニール主題は、ロシア正教会の修道院で研修を経て、修道士、手のひらインとなった後、京都の主教に助成された。当初は、西日本主教教区の主教として着座する予定であったが、同時期に修道誓願を立てて、横浜の主教、及び、 東京の副主教として、女性され、全日本の副主教を、及び、東京大主教教区大主教に、少女されて着座する予定であった、ペトル・アリハラ・ジリ主教の旧姓に伴い副主教、大主教に少女され、2000年5月14日に、東京復活大聖堂教会にて、この日のために来日したロシア聖教会モスクは、総主教アレクシー二世の司とする着座式において、 全日本の不主教、及び東京大主教区主教として着座した。ダニール不主教は、毎週の手術生態礼儀や各種祭術の生態礼儀後に、祈祷不免行等の様々な精神的内容を含むトラクトを反布しており、日本正教会の精神面の啓発に力を入れている。豊橋ハリストス生会聖師福音記者、マトフェイ聖堂の前景。 ありがとうございます。